フェイン。もうモンスター一生飲んでる。エナジードリンクないと生きていけなくなっちゃう。さてと、でも今日はがっつりメイクしてもね、後でお仕事でメイクしてもらう時あると、そっか、取らなきゃいけないのか、どっちにしろ。じゃあどうしようかな、白飛びしてる。今日めっちゃ寒いね。本当にみんなも体調とか気をつけてくださいね。アルダさん、クマさん、いつも本当にありがとうございます。めっちゃ寝てる顔してる。セリカさん、ありがとうございます。私も今日はそろそろ長袖筋とやばいなってなってる。一番ね、マスカラすると目が覚めるんだけど、マスカラが一番取るのがめんどくさいので、ここは眉毛ぐらいにしとこう。めっちゃ肌荒れてきた。ピュン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 の歌って、結局なんかどんな歌だったかいつも覚えられない。悲しくて泣いているときは、あやややは、みたいな。チクラビービーは飲んでみよう。やっぱなんか人生で一番寝起きの顔してる。こんな顔で配信するなんて、よくない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 、これはよくない。これはよくないわ。割とよくある顔です。やっぱしょうがないあれもあるけど、あ、なんかこれかけたらさ、逆にさ、なんかちょっと薄暗くなるから眠くなるとこある。でもこのサングラス、サングラスで配信してんやったら一生サングラスしちゃうわ。リップを塗って、リップがなんかいいな。なんかいいリップないかな、さっと塗れてオペラとかがいい気分なんだけど、なんかないかな。パリピだよ、イエーイ。精一杯無理した感のある。めちゃめちゃ不審者やん。
ちゃむくんでる顔しとるわ。もうこの30分間ずっとこれでいさせてもらえると超助かるんだけど、それはそうもいけないから、じゃあ半分顔出しとこう一番よくわからん状態になっちゃったけど、赤ね、赤系いつも買うんだけどね、似合わないんだよね。あー、ちゃんとメイクしなきゃいけないんだけど、仕事頑張ってください。本当に本当にお疲れ様です。どうしたら出品感、寝起き感をなくせるのかというと、これは時が経つのを待つしかないみたいなところがあります。この寝起き感をどうにかしたい時は、美味しいらしい。今日ヨモミをね、ちょっとけん中にまくるよ。マスクするから目元だけメイクでいこう。モンスターの白しか飲まない。モンスターはいつも白派ですね。カロリーゼロやし。みんなは朝ごはん食べましたか？おぽんは朝しっかり食べました。今日はあれやな、いろいろ食べてる。みんな涙袋を作ればなんとか元気が湧いてくるかもしれない。こんなに全部に痒いよマジで。なんかこんな肌荒れたん3年ぶりぐらいよ。3年前あれでもないけど、
今ちょっと良くない感じやから、頑張って上げて いこうとあれをしています。あ、なんか笑ってたらさ楽しくなってくるみたいなところあるよね。頑張ろう日本。本当にみんな星投げてくれたりありがとうね。あらからにあふくて、一回みんなで笑おう。一回みんなで笑おう。せーの。あーやばい。なんかだんだん怪しい宗教みたいになってきてる。怪しい。めちゃめちゃ怪しい。みんな笑って、みんな笑ってる笑ってる。コメント欄がすごい。笑ってくれとるわ。どうみんな楽しくなってきた？みんな笑顔は人を幸せにする力があるのです。楽しくなくても一日一回みんなで笑いましょう。そうすれば人生はより輝かしいものとなるのです。うさんくさ。みんなどう笑えてきた？楽しくなってきましたか？あかな今日から始めます。ポンキョポカポンキョ、赤ポンキョ、赤ポンキョ。みんな入ってくれよな。入会金は特にないんやけど、壺とか売るかもしれんわ。赤ポン教に皆さん入会お待ちしています。ピンポーンってしてみんなのところ周りに行くね。ピンポーン。あ、すいません、ちょっと今お時間よろしいでしょうか。本当にもうすぐ休みますので。あ、そうですか、今そうです、わかりました。じゃあちょっとチラシポストに入れておきますので、ぜひね、赤ポン教ご興味持たれましたらご連絡お待ちしています。それでは失礼します。勧誘断られた。勧誘断られた遊び。結構本当だ、もっと粘らなきゃいけないから、まだまだ勧誘への道は遠いね。でもなんかそういう勧誘っぽい人来たら全部無視しちゃう。インターホン無視しちゃう。本当にこれこんなさ、真っ昼間というか午前中にやることじゃないんやけど、マジで夜中の3時にやるやつやわこの遊び。お仕事頑張って。
応援してます。でもあれやな、やっぱり笑ってると楽しくなってくるじゃないですかねえ。それではもう一度みんなで笑いましょう。せーの笑ってくれてる、みんなコメント欄がすごい笑ってくれてるみんな素直で可愛い優しいみんなちゃんと笑ってくれるの、ほんまにありがとうねちゃんと乗ってくれて、本当に本当にそう、元気になってきました、ありがとうございます最初から元気やったけど、そう、笑いの力は世界を変えることができるのです。あなたは今日何回笑いましたか本当やってる。赤ポン、私のショールームの部屋はずっと深夜2時なんやわ、多分もうずっとね、深夜2時で時間が止まってるの。だからなるほどな、理解してくれた。待って、メイク配信って言ってたのに全くメイクしてない。何もメイクしてない。メイクして準備しようと思ってたら、ちょっとメイクする気が起こらなくて、いつの間にか笑ってたよね。いつの間にか笑ってたね。でもなんかもし私がそんなね、なんかバカポン教とか設立するんやったら、ツボとかは売らんね。もうツボなんか売ったってどうしようもないからさ。なんかごめん止まっちゃって、ちょっとアラーム止め忘れてて、よくわからん時間にアラームが鳴ってしまった、ごめんね。バンされたバンされたのこと、勧誘なんか分からんけど、サブスクとかに登録させてさ、毎月取っていくスタイルがいいな、そんな商売をするなら。ツボって、あれでもな、一回その気分になってる時にあれした方がいいのかもしれないな真剣に設立を考える安倍さん、どうなんだろうね。なんかでもさ、1回にめっちゃ高いものを買わせてさ、そのめっちゃ気分が上がってるっていうか、モチベ高い時にそれでどっちの方が儲かるのか、なんか
月額何円でこう支払ってもらい続けるのが儲かるのか、どっちがいいのかなと思ったけど、結局これは両方やな。だいたいどこのあれもそのそれとそれの両方で商売をしてますね今思ったけど。考えてみたけど、もう経営します、何かを、何かの経営者に行きます。そんなことばっかり考えちゃうの。そんなことばっかりではないけど、少しずつじわりじわりとメイクを完成させていっております。じわりじわり完成しないんだけどね、もうアイシャドウしか塗らないから、薄めで、そうそうそう、キラキラ光る夜空の星よ、まばたきしてた、なんだか歌詞を忘れたよ、イライラウウ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 、忘れるの回パリパリ、なんかいろんなとこからめちゃめちゃショールームってグローバルですね最近の、すごいなスマホって、このスマホ1台でさ日本中だけじゃなくて世界中のいろんな人と繋がれるんだもんね、すごい時代やな、しみじみ。ね、英語簡単なのしかわかんない、ある程度しか、やっぱ黒い服着てると白飛びしちゃうねお顔が、後ろ飛びしてくれるぐらいの方がありがたいかも。ああそうなんだ、 JKT の方がショールーム最近よね始めたの、だからなんだ、すごい、ペヤングのリンゴ食べました、もうごめん。ずっとねフルーツタルトさんなんかわけわからん食品について語っとって、めっちゃ気になっとった。そうなんだ、だからインドネシアの方多いんだ、そう不思議に思ってたんですよ、うん、日本より人口多いもんね、インドネシアの人口はこれからもっともっと増えていくんでしょうねきっと、こんな気がする。でも2000何年だ、2000あと数十年後に人口世界の上の上位めっちゃ上位に来るのはどこでしたっけ、あそこ忘れたわ。何の情報も伝えれんかった、ちょっとなんか賢い感じで情報をあれしようと思ったけど何も出てこんかったわ、あの南アフリカの方の国アルダさんもインドネシアの方、インドじゃないの、南アフリカの方の
こだっけ、ナイジェリア、そうナイジェリア、ナイジェリアの人口が世界のトップに来ると言われてるみたいですね。全然なんかあれよね、今はそんなに多いっていうイメージはないけど、これからはやっぱりね、どんどん世界も変わっていくみたいですね。若ポンニュース何十年後、でも2040年とかだった気がする。もう結構もう数十年後よ。私が生きてる間にはナイジェリアの人口がもうすごい増えていくみたいですね。これ2040年だったかはちょっと怪しいけど、でもそう、私が生きてる間あとインドネシアとか、どこだったっけな、結構そうなんだっていうところが、今でも2億人いるんですね。多いな、そうなんや。ほんとだ、59分や。そんな人口の話をしているうちに、いや今日は今日は何があったか全く覚えてない配信でしたね皆さん。それではランキングを読ませていただきます。13位井上義弘さん、12位シュボンさん、11位ユイトさん、10位フッキーさん、9位末広さん、8位イッシーさん、在宅勤務中ありがとうございます。7位ニシさん、6位ジャーさん、間違えた、7位ニシさん、6位タイチロさん、5位ジャーさん、グローバルだ、ありがとう。4位ゴッドちゃん、3位薄池さん、2位ナメ太郎さん、1位アルダさん。本当に今日もね、いろんなところから配信見てくださってありがとうございます。やっぱりとりあえず笑うことの力を感じましたもうもしね、これからなんかワカポンちょっと眠そうやなと思ったら、コメント欄みんなで一緒に笑ってくださいそしたら私も思い出してそれ見て一回笑うって、もっともっと元気を出します。そう、なんか笑って笑顔忘れてるよとか笑ってって言われると、やっぱちょっとさ、心がトゲトゲしてる時ってさ、何よってなるかもしれんから、もうあの草生やしてくれればその顔文字とかね何よ何よでもそしたら私も元気になって、みんなもみんなから笑顔をもらえますのであとね2日半、ニコニコ笑顔忘れず頑張りたいと思います。そんなわけで皆さん、まだまだこれからもよろしくお願いします。それでは楽しんで、こんなこんなで次は12時から12時半、あと1時間後やけど、まあぜひね来てくださると嬉しいです。カウントだったり星投げやったり、いろいろよろしくお願いします。そんなわけで皆さんありがとうございました。一緒にお昼ご飯食べましょう。それではバイバイ。笑顔は生活を豊かにしてくれるのです。